はいどうも、お茶です。今日もパーシバルでランクマをやっていこうと思います。配信でね、ランクマをやってね、S2 まで落ちちゃったんですけど、まあ、また SS3 まで戻しました。レイジって大きな大会があるんですけど、それにね、出ようと思ってるんで、グラブルバーサス、本当にガチでやっていこうと思ってます。皆さん応援よろしくお願いします。ということで、今日もやっていきます。はい、ということで、対戦相手の方見つかりました。バザラガですね。SS5、韓国人か。4ピンだったんですけど、大丈夫かな？ちょっと怪しいですね。ラグくないことを祈りましょう。バザラガは、前よりかは増えたような気がするけれども、って感じですよね。まあ、ちょくちょく見ますね。2フレ。まあまあまあ、大丈夫でしょうね。2フレなら。試します。ここはね、ダッシュして。これは、リープ使って、有利フレーム取った置き攻め。あー、有利フレーム取ってたんですけどね。ちょっとミスりましたかね、セットプレイ。多分、最速になってなかったかな。あー、王者あると思って。やったけどなかったっすね。はい、これ避けますよ。オッケー。これは確定ですね。あれはね、しっかりね、溜めてるなって思ったら、しっかり見てから避けるのが大事ですね。確定取れるので。やってないよ。リープ。ああ、バレられましたね。これ溜めましょう。で、こうやって前に出て圧をかける。ああ、食らっちゃった。まあでも溜められなかったので OK です。これも確定ですね。もったいなかったですけど。飛びます。OK。これはね、しっかり。前に出て圧をかけることによって、あー、マジか。あ、ラッキーですね。圧をかけることによって、溜めづらくするっていう。大事ですね、そういうの。暴れますね。まあまあまあ、これは食らっても全然。あ、ヒット確認ができなかったですね。だけかな。あー、もったいねー。どうしようかな。オッケー。今なら状況確認ですね。あー、波動拳なかった。いや、もったいねー。余計出なかった。いやー、余計出なかったっす。今ならもったいないっすね。暴れない？投げる。しっかり投げ抜きしてますね。これは C 波動じゃなくて C 勝利でダウン取って。オッケー、美味しい。あー、ヒット確認ができてないですね。今のもヒット確認が。避ける。オッケー、これは全然安いんでオッケーです。あー、出なかったっすね。オッケー。これは入れ込みですね。まあ大体ああいう場面はね、自分が食らうか相手が食らうかなんで、ああいう場面で暴れたらもう入れ込んでもいいですね。あぶねえ。昇竜拳。ここはね、相手溜まってなかったんで昇竜拳で返せば安定でしたね。確認が大事なキャラなんでちょっと集中します。あー、偉い。 C 勝利暴れしますか。貯めましょう。あー、食らっちゃったか。ウェイ連覇したら潰されましたね。前に出ます。あー、 C 暴れされましたね。まあ、ここは貯めよう。まあ、しょうがないですね。これは貯められてもね。駒投げあるけど、まあまあまあ。これはしっかりヒット確認でつなぎます。今のも C 勝利で返せばよかったな。ここはしっかり C 勝利でダウン。下段、刺さらないか。これはダメかな。あーですよねー。
暴れないですね。これ強いんで。し、あー、ちょっと、ミスるな。これはね、しっかり避けて、攪拌。波動拳。避け。リープ。ガードされる。まあ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 、全然全然。あー、やってしまいましたー。いやー、今のは、さすがに、手出してこないか。多分相手フリフレームでしたね。この昇竜拳はやっちゃいましたね。しっかり対育。C ためしましょう。怖い、相手有利なんで我慢。ヒット確認。ちゃんとね、こういうとこ大事なんで、ここもヒット確認。飛んで、なかなか、あー、レンガで、あ、もったいね。いやー、ためないか。ここはね、しっかりと。あんだけね、走られたら、結構反応して援護へ打てるんで。まあ、おそらくガードされることはないんで、入れ込んで、正解ですね。しかし、下段から、ここもリターンないんでしょうがないです。C ためしちゃいましょう。ここがヒット確認。美味しいですよ。これ殺しきれりますね。オッケー。これは殺しきれるかな多分。いや、無理かな。無理ですね。なかったっす、殺しきり。あ、でも当たってくれましたね。はい。ということで、今回はこんな感じになりました。バザラガ戦で、あれ切断された。まあ、でもこれは、俺の星はきっと増えてると思うんで。バザラガ戦で大事なのはね、やっぱりなんて言うんですかね、あれ、名前わかんないんですけど、アーマーマトって突進あるじゃないですか。あそこの、攪拌をしっかり取れるところは取ってくっていうのと、駒投げはね、必要以上に恐れなくていいんで、そこが大事ですかね、バザラガ戦は。はい。ということで、今日の動画はこんな感じになりました。ご視聴ありがとうございました。